はい、ということで、皆さん明けましておめでとうございますということで、おめでとうございます。はい、今回ね、年始一発目の撮影になります。はいはい、で、もう超スペシャルゲスト2名に、はい、なんと来ていただきました。早速なんですが、紹介させていただきます。大津祐希選手と酒井宏樹選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大津とはレースソルの時に少しこう挨拶してたかな、そんなぐらいだったんですけど、はい、宏樹は一緒にプレーさせてもらって、年末の試合も日産スタジアムの試合もね、出ていただいてて、お二人とも同級生、一つ下の上です。一個上、はい、でも同じ代表とかで入ってる。そうですね、ロンドン、はい、ね、オリンピックとかでっていうことで、はい、今日はあの二人にいろんな企画をちょっとねやりたいんですが、ハウツーの守備の部分だったり、フォワードのねハウツーだったりも含めてやっていきたいと思うので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。1本目、酒井宏樹選手の1対1のハウツーということで、はい、後でちょっとウィナーズのメンバーにもご指導していただこうと思ってみんな来ていただいてます。はい、大津に仕掛けてもらって、まあ、ちょっと1対1のコツじゃないけど、どういうのを意識してやってるのかっていう、ちょっとまず教えてもらいたいので、はい、まず意識すること。でもボールがあの辺にあったら、うん、じゃあちょっといいですか、ここは通されないけど、うん、もうタッチした時にはもうここに詰めれるぐらいの距離感を、うん、なるほど。疲れてる時とかはちょっとこっち気味で出させない。あ、わざと出させない。はい、したら多分あっち行ってくれる。自分に今余裕がある時はちょっと上げて、相手がこう蹴る瞬間にもう蹴る人がボール見てたら、うん、もう絶対ここしかないんですよ、うん、その時はもういいんですよ。なるほど。上手い選手だと結構こう顔上げてるので、それだと行ったらここ疲れてる。川崎の立花だっけ、立花ですね。あの子下向きながらこうやってパスしてる。その時もマルシには。なるほど。一回それをやりま、やられましたけど、それ以外は今シーズンなかった。なかった。参考にしてくださいよ。いい。ありがとうございます。ネイマールってどうネイマールね、どうここにしかいないですね。あんまり鍵しない。ここのエリア。ネイマールが大外にいて。マリアが多くなってみんなワイドになっちゃう。でもワイドになっちゃうとマリアローセとセンターバックが1対1か2対1になっちゃって、はいはい、ちょっとこうやっぱ寄らざるを得ない。カバーにね、そうすると具合できちゃう、はいはい、でも裏はあんま受けないんですよ。まあ、個人能力が高いから戦術になっちゃうわけですね、はい、立ち位置で彼ら戻らないんですよ。でも戻らないのが怖くて、逆に俺上がったらついてこないんで、すげえ。だからそこも駆け引きで、上がった時はもう確実にチャンスにしないと。ここでじゃあ入りました、はい、相手が優位になった時の対応、はい、右利き左利きでもまたこれ違う、はいはい、そういう立ち位置がどうやって変わるのか、場所にもよります。行かせたい方向をちょっとだけ開ける感じです。あ、6-4ぐらい。でちょっと重心はこっちに。なるほど。実際ちょっともう軽くでもちょっとしてもらおうかな。僕だったらこの距離を取るのが結構近くて、こっちに行く、はい、このポーズだけ注意します。あ、ここの入られる、自分の前に跳ねるからもう追うしかない。あ、なるほど。ここだったらまだ行けるんですけど、このコースだけちょっとここは行かれ、行かれたくないと。7割ぐらいでやってもらってもいいですか、はい、ついていくだけっていう、はい、難しいです。特にサイドバック何かある？一対一するときに目線はどこ見てるの？相手はどこ見てるの？本当に人によると思うんですけど、僕はでもボールですね。でもまず入ったときには全体見ますけど、顔上がってる選手だとやっぱ周りを使いながら立ってる、下向いてる選手だともうドリブルなんで、その時はもうドリブル。上向いてるときはちょっと距離離しますね。この辺の状況を確認しながら、本当ここだけ切り取ると簡単なんですけど、まあそうだね、試合をイメージするといろんな人が巻き込んでない、うん、まあカバーの位置によっても自分の立ち位置変わる。そうですね、ここにいるんだったらもう俺はここから勝っていける。超速い人は間合い変わってくるやつ、ね、変わります。エンバペとこの距離だったらもうファールすることに考えてます。あ、そのぐらいに、まあ、危ないよ、ね、いかにもあとはイエローカードもらわない。
はい、この距離でもうエムバペは無理無理なの無理です、無理です。触れない触れないです。大げさかもしれない。一歩で無理言ってました。あれちょっとこれぐらいの距離だったらその打ち抜かれます。この距離だったらもうやられる。ここに立っちゃうともうプレッシャーになってる。だからしょうがなくここにいるんですけど、ここだともう危ないんで、それだったらもうここでかわされた時に体入れる。なるほどなるほどなるほど。だからもう渡さないっていうのが一番。それが本当に。サイドバックで一番意識している。多分全体を見ないで。今攻め時なのか、今守り時なのかっていうのは意識してます。一番こう気をつかないと前の選手も前の選手が気持ちよくプレーするあのオーバーラップもしない守備もしないそれはここだってここはこの辺はチームだと思うんですよ。右センターバックと右サイドバックですよね。みんなこう分かり合ってない守備でコミュニケーションはすごい意識してます。相手がすごい縦に自信がある選手でその場合って縦に行かせないのか、あえて縦に自信があるから縦に行かせて取るのか、はい、僕は結構山立てやった時に縦速い選手だったんで、縦に行かせてっていうのを狙ってたんですけど本当にそれ多分もうエムバペとかレベルになると多分通用しないのかなとかって思ったりするんですけど、それとかってトップレベルだとそうっすね。自分との差にいるかもしれない。スピード差ちょっと速いぐらいだったら縦全然いけるかな。自分の方がちょっと有利してるじゃないですか。有利じゃないですか。だけどやっぱここのここ離れるようにぐらいかな。もうその時は中に出すから本当にやばい。ネイマールってやってる時いつもボランチの選手をここに置いてました。この辺から覗かせてきました。だから中行かせないでちょっとこう縦切りここ浮かしてくるんですよ。ここをこのライン際ポンプその時はもうもうリセット最終着地ファールみたいな最終着地無失点なら OK でも大事だで相手をイライラさせたら90分でマネージメントしてる。自分センターバックなんですけどどういう声かけがサイドバックへ の, そのフォローになるのか。こういうセンターバックだと吉田選手はやりやすい、はい。あ代表で吉田選手とかだと左サイドバックがボール持った時にサイドハーフが受けに行くじゃないですか。でもその時受けに行きながらこう裏に向けた動きがある時にやっぱ怖いんで詰め切ることができるんですよ。ちょっとこう裏のことケアして。でもマイクの場合はここのスペースはもうマイクがカバーしてでもう足元に行けるんでもっとこう近くに。そうするとここのボールが入った時にインターセプトされたりとかそういう声はすごい助かります。やっぱこう真ん中にずっとドシンと座ってるセンターは特にヨーロッパだと思うんですけどその人だと裏のスペースも自分だしここも俺自分だしでセンターバックがあっちに行くとセンターバックの裏も自分なんですよ。日本人の選手は気を使ってくれるってあんまりないんですけどそういう声かけやっぱ遅いともうすぐやられちゃうじゃないですか、はい、でも早いと自分のせいでオフサイド取れないみたいな、はいはい、あるじゃないですか。それはどういうのを酒井さんは優先されてるんですか。基本的には全部確率を下げることしかできないんですよ。絶対守れるなんて守備は多分ないと思うんで俺はもうここを通されたらもう率かなり高いんだと思うんですよ。センターバックも釣り出されてもうセンターフォワード行かれたらここに入っちゃう。だからもうここは塞ぎながらここのボールを出せる足で出せるぐらいの距離にいながらここにこう誘導します。ラインは自分はラインは下がらず我慢しながらこう誘導してこのゴールを変えた時は向こう距離に戻りますわかります。絶対出てくる嫌な感じわかります。あと補足で言うと多分気にしてないライン最終的には自分の判断ラインは整えないといけないんだけどどういうタイミングで下げるんですかなんだけど自分の判断で下げてるから最終的に一番自分が見えるから最終ラインでだからその一番先に先読みしないとカバーリングいけないから多分
合わせてゴーしない。自分で下がるっていう、もう予測して責任です。そう、勘というか。ディフェンス側だと結構見えちゃうんですからね、あのラインとかを見てる人、はい、ディフェンスだと一個遅いんですよ。全部駆け引きですね。まあちょっと参考にしてくださいね、皆さん。ありがとうございます。ありがとうございます。僕も一個いいですか、はい、ちょっとハウツーじゃないかもしれないんですけど、その J リーグと、まあ、海外でプレーされてたっていうことで、サイドバックでこう重宝されるというか、まあ、評価されるサイドバックで違いってあったのかなって。それも僕ドイツとフランスいましたけど、はい、その2つでも全然違います、ね、ドイツセンターバックっぽいサイドバックがすごい重宝されてやっぱヘディングで勝てないとありましたけど、はい、フランスはより攻撃的でしたし、あと1対1抜かれないとか、そういうちょっとフィジカル要素というか、その中でも違う。なるほど、まあ、クラブだったりその国だったりでかなり変わってくる、はい、国の中でもやっぱ守るチームと攻めるチームが分かれてる、はい、なるほど。本当になんかクラブ選び難しいな、今思えば。僕は本当に恵まれて行ったところで結果出せてきましたけど、今やから育成したチームクラブ選びって難しいだろうな、すごい。なるほど、ありがとうございます。基本聞いてるところにはやっぱこうですよね。基本こうがやっぱ立たないと難しいなって聞いてると思いますよ、ね、あとどんだけも下手に出るか、チームメイト。ああ、そうなんだ。自己主張ばっかじゃなくて、はい、もう自己主張の塊なんで。あ、逆にサポートするみたいな。もう相手のことを9聞くから、うん、俺の1を聞いてくれる。ああ、うん、なるほど。そうするといいよみたいな感じになる。もうちょっと貴重すぎる。いや、すごい面白いお話、ありがとうございます。ありがとうございます。なので皆さん、はい、動画視聴の皆さん、ぜひ参考にしてください。特に、いや、めっちゃなりますよ。めっちゃなりますよ。難しいです。参考にしてくださいよ。置かれてばっかダメですよ。お願いします。はい。ということで、まあ、ハウツーということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。